ソイプロテイン、ウンド、カーネル、ダイズバー、ハロー、ダイズ新週刊ソイジョイ。あります。上で釣ってるので真下に買っていただいて、裏と俺3枚も4枚持ってます。そんな簡単に、そうで、お尻少し後ろ引きながら猫で作って、そうです手を上に伸ばしていく、はい、そうですよ、さすがに、で、足も開けたら大きく開いて顔側でロックする、ナイスです、バッチリです。これで上がりです。素晴らしい、素晴らしい、先生がこれちょっとキュッて直す、これはだからこっちを見てるのが正しいんですよ、そうです、そうです、初めてです。ここは熱くない、一人回ってるかもしれない。私もちょっと面白いかもしれない。なしで、これなし、腰の後ろです。で、膝の綺麗さはです、そうですね、顔の方でロック、手の方下がいいです、 OK です。今これで、もう一枚裏切れといて慣れてます。小高さん、中フラください。ちょっとボロボロだ、そんな。来たら、後ろに。別にカメラとかじゃなくて、もうまっすぐ見てる。まっすぐ見てちゃうんで。スタート。はい、じゃあ今日もバタフライしっかりね、伸びていきましょう。足の裏をつけて、膝横です。開いて、そう。で、足の裏、足先できたらつけていって、OK。深呼吸しましょう。一番伸びれる位置で、一つ息吸って。ありがとう。ありがとう。ありがとう。もうずらされたらパッとね。そうですね。はい。だったら、その手の、うん、もう。またうよ。スタート。じゃあ足の裏ね、しっかりと吸って、よいしょ、結構 OK です。で、手のひら、天井方向、OK、いい感じです。でも全然そんな違わなくて、ね、顔がぐっと下がる。中レフ。目は開けてるもんなんですか。そうですね。あ、でも目つぶってる方がリラックスしてる感じは出るかもしれないですけど。はい、大丈夫ですかね。まず整うので、体の内側、目の奥、口の中、力入ってないですか。テレメちょっと編集確認します。間違いが長かったらそれもスタート。はい、じゃあ力抜いて、今足裏を揃えて膝横です。そう、でもしできたら足裏をね、かかとと足先つけて手のひら天井でいきましょう。さっきの肩甲骨の下にいるので、これは結構リラックスできるので、おすすめ。肩周りはおすすめです。そう、ね、この時きつい、きつい、うん、手絶対離さないようにして、そう、両足入れたら膝横に開いて、よし、手1個ずつ扉開いて、いけた、前、悟り、これすると体にいい、ね、これすると時計もせるので体にいい、でもすごいお上手ですよ。スタート。はい、はい、カット、はい、カット、いただきました、はい、OK です、はい、じゃあ、OK、じゃあ食べ方探しましょう。はい、ヒゲと同じです、はい、はい、このマットいりますか。こういうこと、首から下げてて、で、左手で、はい、なんかこうパクッて食べながらこの辺をこう、はいはいはい、スタート。お疲れ様でした。ちょっと時もお疲れ様でした。今日も楽しかったですね。ありがとう、ありがとう、 OK です、はい、お尻ながらなんで、あ、この匂いはみたいな、結構表情強めにやった方がいいなっていうのと、早かった、今ちょっと早かった、
ありがとう。オッケー。ありがとう。オッケー。いや、俺にはっていう感じの葛藤が、シュークリームを今食べるところじゃないっていう気分が出るといいですけど、そこがそんなないんで。失礼します、本番。よー、スタート。はい、ありがとう。ありがとう。こっちボケボケ。いや、むしろ。ありがとう。もうちょっと外。あ、そうです。それぐらいだといい。うん、いや、むしろ後ろでは、はいって彼ら合わせるとに、よいスタート、せーの、せーの、ジョイ、せーの、ジョイ、もっと、せーの、ジョイ。はい、ありがとうございます、はい、OK です、せーの、ジョイ、せーの、ジョイ。7本、まあその1週間、その日常の繰り返しを、まあいろんな日という、あのいろんな日のいろんなシチュエーションを撮っていったんですけど、いろいろ撮れてとても楽しかったですし、特別じゃないけどちゃんとそこにある日常、そういうものをこう、見返してちょっと豊かにできるような CM になればなと思いました。そこに隣にソイジョイが寄り添ってくれてるっていうような、なんか、なんか今の時代に温かみのあるCM になればなと思ってやってました。多分とてもいいものが撮れてるような気がしてます。まあ実は一番大変で、やっぱり街中で撮影するっていうのはね、なかなか大変でしたけど、何度も何度もタイミングとかトライしながらやったんですけど、こんなね、浅草のど真ん中でやれて、何度かモニター見ましたけど、とてもいい映像が撮れていて、つながるのが楽しみですね。いや、すごいですよ。特にやっぱり第1回目の、今回2回目ですけど、第1回目のラップピアノすごい無茶ぶりだなと思いながらやったんですけど、すごくいい CM が出来上がって、なんでしょうね、そういうイメージがなかったからなのか、やっぱすごいいろんなところで言われましたね、してないですしてないですね。やっぱりいつでも会うと言いますか、僕はやっぱり日常的に撮影に入ることがとても多くて、そんな中でこう、なんて言うんでしょう、まあ集中力高めたい時とか、あんまりこうお腹に溜めたくない時なんか本当にいいなと思いますし、実際ソイジョイを各現場にこう差し入れするとものすごい喜ぶ、バレるんですよね、皆さん。やっぱ時間がない中でこうソイジョイ食べながら撮影してたりしてて、だから、ここ1年の僕が出た作品はみんなソイジョイを食べて頑張ってると思ってもらっていいと思います。2つともすごい美味しかったんですけど、バナナに関してはやっぱすごく、もう本当にバナナのフレーバーと言いますか、バナナ好きな方はね、
大豆とともにとても健康にいいでしょうし、すごい特に朝とかお昼とか小腹が空いた時とかすごいいいなと思いましたし、で僕はホワイトチョコとレモンすっごい美味しくて、チョコレートが一番のお気に入りだったんですけど、結構今回その CM でヨーグルトに混ぜて食べるんですけど、これはものすごいおすすめですね。すっごい美味しかったです。その手があったかと思って撮影を終わってもらいました。撮影ってこうリズムがそれぞれなので習慣を作りにくいんですよね。だからなんかこう習慣、なんかね、習慣があればいいなとは思ってるんですけど、納豆食べようとかありますよ。でもね、現場入るとそういうわけにはいかないですからね、はい。まあ、ビールなるべく飲まないようにとかはありますよ。それぐらいです。それはなんビールだけ。いや飲みすぎないように、お酒を飲みすぎないようにしないとなと思ってます。ちょっと外れた答えになるかもしれないですけど、その習慣ってとてもいいと思うんですけど、その習慣がずれた時にもリズムを取り戻せるもの、そういうものとしてなんかこうソイジョイとかってすごくいいなと思いますね、やっぱりその習慣化したいし、そのリズムを作りたいけどなかなかその現代できないことってたくさんあると思うので、そういうところにこう寄り添ってくれるような商品だなと思って、やっぱすごく親しみがありますね。記憶として残ってるのは、僕は地方組といいますか、福岡から出てきたんですね、18歳の頃に。やっぱその頃本当に生活がガラッと変わりましたし、初めて一人暮らしをして大学に通い始めて、すごくドキドキしたしワクワクしたし、でお金使いすぎてすぐお金なくなっちゃって、一週間もやし食べたりとかしてましたね。でもそのもやし食べてたとしたらね、今そのソイジョイってコンビニ価格、123円ですか。ソイジョイの方がいいですよね、教えてあげたいです。